これより東京都板橋区立上板橋第4小学校の中間報告をいたします。私は主幹教諭の浅井勝です。どうぞよろしくお願いします。研究主題は ICT を活用した思考力、判断力、表現力の育成です。サブテーマはシンキングツールの効果的な導入によってとしました。この研究の目指すところは、シンキングツール等の考える技法を学年に系統的に位置づけることとして研究をスタートしました。シンキングツールを使うことで思考力、判断力、表現力をより育てることができるのではないかと考えました。それまで2年間私たちは板橋区の研究実践校として言語活動と ICT の研究を進めてきました。その成果に加えて言語活動よりより具体的なシンキングツールを使うことによってさらに思考力、判断力、表現力を育てられるのではないかと考えたのです。シンキングツールと ICT を加えて使うと思考力、判断力、表現力がより育てることができるのではないかとも考えました。これもそれまでの研究を発展させて考えてきました。ここから研究をスタートしました。はじめはシンキングツールはすぐに授業に導入できると考えていました。それまでの言語活動ではほぼ毎時間言語活動を行うことができました。そのままシンキングツールに置き換えて授業をしてみました。しかしこれは大失敗でした。シンキングツールは言語活動と同じような短時間の中では十分に活用できなかったんです。シンキングツールの良さが出てきませんでした。そこで思考スキルに焦点化した授業設計のためのパンフレットを参考にシンキングツールについて考えてみました。このパンフレットはパナソニック教育財団の先行研究でもあります。このパンフレットはとても参考になりました。単元の中のどの場面で思考スキルを考え、どんなシンキングツールを使えばよいか少し分かってきました。研究を進めていくうちにシンキングツールとして大きく3つのものを考えるようになりました。1つはマップ、1つはホワイトボード、そしてタブレットです。それまでは紙に書かれているシートをシンキングツールと中心として考えていました。ここに載せているのがマップです。紙のシートです。中心として考えていたものです。さまざまな教科で取り入れてみました。思考力の向上に効果があると考えています。ただマップにはさまざまな多くの種類があります。その場面で本当にこのマップを使っていいのか、たくさんのものを使ったらそれは学校として系統的に発展できるのか、そういうことが今の疑問となっています。次はホワイトボードです。研究の途中からシンキングツールとして有効ではないかと考えるようになってきました。このように中にマップを書き込んで使っている場合もあります。そしてタブレットです。本校では現在タブレットは17台あります。そして今9台増えました。このタブレットは電子黒板と連動して使うことができます。タブレットに書き込んだことを電子黒板と連動して発表したりして使っています。1年目には3つのことが分かってきました。まず思考に適している場面というのが分かってきました。これは先行研究がとても役に立ちました。今単元の中で3つぐらいの場面が有効ではないかと思って設定して使ってみることにしています。次に子どもたちがマップ、ホワイトボードを活動するようになりました。これは最終段階でもし使えるようになったらと思っていたことです。ところが今年になりましてから活動の中で子どもたちが自分たちで使い始めました。さらにホワイトボードを使うことによって
みんなで意見を書き込みまとめるという活動が見えてきました。これは事業の中だけではなくて委員会や係活動の中でも出てきました。3つ目はタブレットは写真やビデオが有効であることが分かりました。これはシンキングツールとして活用する場合です。今年はアンケート調査を行っています。そしてシンキングツールの有効な場面を取るエピソード記録も取っています。この2つを使って今このような表にまとめてどの学年どの場面で有効であるかということを考えています。少しでも記録を取った中で系統性が見出せればと考えています。26年度の研究発表会を27年1月27日に行います。ここではどのマップがいいか、どの学年できるか、そういうことを発表できるようにと考えて今研究を進めています。以上で報告を終わります。ありがとうございました。